こんにちは、速稼塾の久保です。8月の末までにですね、今回の下旬までにですね、カルダの枝が日本初上場いたします。正確に言うと、確かね、ミスターリップルっていう暗号通貨の取引所でカルダの枝が上場したことがあったんですけども、このミスターリップルっていうところね、なんかその後ミスターエクスチェンジかなんかに変わった後消えていったというね、そんな経緯があります。でこれに絡んだなんか上場話とかっていうのも、なんか ICO 案件絡んでね、なんかあったわけですけども、どうしちゃったんでしょうかね。まあそれからなんかスノーボールなんとかっていうのもあったような気がするんですけども、たくさんのお金を集めた結果どっかに行っちゃったというね、スノーボールっていうのがありましたね。なんかね、あれどっから進められたんだったかな。私もすごいプロジェクトだなと思ったんですけども、まあでもね、ちょっとまあなんか暗雲が立ち込めていたんで、私の場合は手を引かせてもらったんですけども、まあでもね、資金をそこに投入した方は今泣くに泣けない状況だということで、資金集めをしたまあ、なんていうんですかね、インフルエンサーの方ですかね、今ちょっとね袋叩きになってる状態なんじゃないかなと思いますけども、まあいろいろありますよね。はい、それでね、カルダの枝日本上場を記念しまして、カルダの枝ステーキングプールの運営者のリピさんと8月23日の21時から対談のライブを緊急でさせていただこうかと思うんですよね。こちらの方では日本上場したらどうなるのかって、要するにね、値段が上がるのか下がるのかっていうところを皆さん大きく注目しているところだと思います。それからこの日本上場を前になんとかね、カルダの枝をゲットしたい方はどんな経路がいいのかなとかね、それからこれからステーキングを希望される方はステーキングってのは一体何なのかとかね、どうして利益が生まれるのか、この辺についてもまたお話しいただこうかと思いますね。それではね、8月23日の21時から緊急ライブね、またリピさんをお迎えして何が聞けるのか楽しみでございます。皆さんからの Q&A も募集してますので、よろしかったら下のね、概要欄にメールアドレスが、私のいつものが書いてますので、そちらの方からこんなことをお話ししてくれませんかということでね、メッセージをいただければと思います。全回答していきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。それでは失礼します。